続いてはミッドシップ同士注目の対決だ。まずは04加速、ドライバーはランさんと中谷選手。ゼロスタートから後半の伸びまでどこをとっても NSX が速い。最高速はどうだ。バックを出ます。パワーウェイトレシオの差をヨンクパワーでどこまでカバーできるか。ロット NSX ホイールスピン、これは苦しい。後半で巻き返しになるか。おっと追いつかない。ついに NSX-R の登場。 NSX の仇を取れるか。 GTR と勝負だ。GTR ついに敗れた。 S には S をってなわけで四駆の彼ら 4S が参上。やっぱ辛いな。4駆のポルシェより全然速い。タイプ S 12秒に強敵登場。 NA3.2 リッター6速対決だ。おー、やっぱ NSX 速いな。04はハイペースがぶっ。まずは GTR、 ライバルスープラと勝負。初のあけぼのブレーキ、04と最高速頑張ります。マイナーチェンジを受けた GTR なんですけど、どれぐらい速くなったか、ちょっと試してみます。さあスタート。さすがに四駆のトラクションはすごい。まだ新しいせいかちょっとエンジン重たいけど、全然速いぞスープラよりは。全然スリップしちゃったっての。切り直して04対決、注目の組み合わせ。これはちょっとね、 GTR に負けるわけいかないんで頑張ります。タクちゃんバッチリスタートを決めた。よし、あー、レセックスの方がエンジンの伸びがいいみたい。はい、手の一刀両断。ライバルと04勝負。 NSX-S0 サーキットベストで煮詰められた専用セッティングの足回りに軽量ボディの組み合わせ。ポテンシャルはまだまだ一線級。お相手は旧型タイプ R。 NSX の3リッタータイプ R と、新型ではないんだけど中型ね、3.2 リッターのタイプ S ですからね、排気量では負けてますけれども、パワーウェイトレシオでは勝ると。どういう勝負になりますか、楽しみです。まあ、今回はね、S0、6速ミッションを生かしてちょっとバキバキっと勝負いきたいと思います。山で下手くそだもん。あれ、軽さかトルクかスタート。おー、しゃあ、いけ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 。
半の伸びで S0 の勝ち。 BM の速さの基準車として GTR もエントリー。ターボパワーと四駆のトラクションで04は断然有利なはず。そしてポルシェ911 GT3 ロードバージョンもエントリー。バイザッハで生まれニュルで鍛えられた GT3 はそのコンセプトや価格、走りの実力から見て NSXR 唯一のガチンコライバルと言えそうだ。数字では圧倒的な差が。まあポルシェはねちょっと肉ということで、まあ、4区の GTR にはちょっと不利かもしれませんが、まあ、後半の伸びで勝負したいと思います。さあ続いてはGTR 様ですからね、四駆様ですからね、肉のポルシェには負けられませんよ。どうやっても任してちょんまげ。おっしゃ、ポルシェはクラッチをいたわりながらスタート。後半の伸びにかける。しかし及ばず、ライオン GTR 初04スタート。4区を生かして GTR が前だ。よっしゃ、こっからが勝負。あ、こっちは伸びる、 MSX は伸びる。3速から伸びる S0 が逆転してゴール。2台とも12秒台突入。ちょっとね今 NSX 抜群にいいエンジンがね、早い早い、ギアのつながりもいいしね、ピックアップもいいし、ちょっとこのエンジンにはね、でこの軽さじゃない、ちょっと四駆でもかなわないから。 S0 の実力が問われる対決。相手は世界の名門フェラーリだ。ちょっとスタートミスしたな。まずはライバル紹介。 R の登場以前は走りのトップグレードであった NSX タイプ S、 ギア比と車重、そしてタイヤなどの違いがどう影響するか。早速新型 NSX 対決。敵はですねタイプ S ですからね、町乗りの王者、これはサーキットの王者、まあ簡単でしょ、楽勝楽勝楽勝。まあ50キロの、ね、差ということでエンジンを抜くということなので、頑張って戦ってみたいと思います。さあスタート。出足はほぼ互角。ちょっとクラッチが滑ったぞ今。よっしゃー、コンマ1秒差で新 R。 NSX のライバルは NSX。 さあやってまいりましたメインバトルです。あ、俺じゃない、俺じゃない、はい。さあこちらです S0。 まあギア比とタイヤサイズがちょっと不安ですが、まあ、スタートさえ決まれば十分対応できると思います。よスケベ、ね、よスケベ。スタートは新 R。 いけいい勝負だ、いけいけ、スーパーシフト。両者12秒台の大接戦。04最後はこの一戦。いや今度はね GTR ですからね、まあ四駆のトラクションを生かして今度こそ勝ちたいと思います。見ててください。これもやっぱりメインディッシュです。何回やるんだって。まあ GTR 四駆ですからね、これはちょっと苦しいでしょうね。いくらタイプ R といえども肉としては、まあでもねいい勝負には持ち込みますよ。四駆対ミドシップスタート。スタートは新 R。 あーちょっとリミッター気がした。さあいけいけ、もうちょいもうちょい、うわ後半伸びるな。新 R ベストタイムで勝利。 NSXR vs M6 Midship Layout Pure Sport Machine from Japan against the high power FR Coupe from Germany. Traction will be important in this battle.なんかさっきから楽な方ばっかりやってない。まあ年取るとそういう役が回ってくるから大丈夫。
まあ、あの04はね、ビッグパワーがものを言う。 On your marks, get set, go! Tsuchiya's falling behind. Will the M6 muscle forward? オイルスピンでやられちゃったな。 The NSXR manages to get away. もうドンってアクセル踏んだ瞬間にオイルスピンで戻してここでやってたら気に入られちゃった。この一発勝負で今回は上げ、はい、しょうがないです、はい。NSXR versus RS4。 さあ、いよいよ2回戦です。負けるわけにはいかない。今仕事中、ごめんね。はい、どういうやつ。いやいや、母ちゃん母ちゃん、真剣勝負の前に電話に出るのは何事だ。母ちゃん母ちゃん。 Both men are ready and start。 行け行け行け、よし。Four-wheel drive RS4 is falling behind. 中間も速い、完璧。The NSXR prevails over the RS4. やっぱ日本のナンバーワンスポーツか。いや、俺ちょろいかなと思ったんだよ。アウディの RS4 の方が速いと思ってた。出だしで、あれ？で、ギア入れてくたびにどん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 離れてくから、ね、離れ続けちゃったね、感じで。ねえ。いやー、さすが本田さん。ホンダはこのまま売り続ければいいじゃん。350馬力、400馬力仕様にして、ね、まあ、またすげえかっちょいいのが出てくるじゃん。これも飲ませて、そのね、降りた V10 行っていいんじゃない。